皆さんこんばんは、 MK です。スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールドパート9やっていきましょう。今回はこちらの猫社員を取るための鍵を探すところからやっていきたいと思います。プラスおっとプロペラが手に入りましたが、スーパーベルも探していきましょう。今一つしかストックがないんですよね。ここに OK 一つありました。待てよ、これプロペラで行く必要あるか。プロペラじゃない方が、自由度が高い気がするんですけど、そうでもないかな。ちょっとプロペラいらないので攻撃してもらっていいですか。 OK ありがとう。スーパーベルありませんか。こういうところにもないか。落ち着け、危ないよ。そしたらここも叩いて、スーパーベルないのか。なんでそんなプロペラボックスばかり出てくるんでしょうか。それじゃないと取れない鍵ってこと。よくわかんないけど、とりあえず進んでいきましょう。待て、炎は本当に危ないよ。 OK、 うわ待って、多すぎる。あ、鍵あった。とりあえずパックン倒して、あ、猫の鍵になってる、見て。なんか耳がついてる、可愛くない。でこれ多分さ、水中に持ってくとアウトだと思いますので、ここを、あ、こっから落ちるのはありか。よし、行っちゃえ。水中に落ちないように降りていきましょう。キャー、危ないってば。猫の着ぐるみ焼かないでくださいね。 OK、 なんとか社員手に入りました。これで一番最初のエリアは終わりか。まだか。カゴの鍵を探せクリアしましたが、あと一つ社員が足りないみたいですね。これって一回入り口から出れば出てくるかな。最後の社員一回出てみましょう。はい、じゃあこの入り口から出て、でもう一回入るけど、クリボーさん危ないよ。これでどう。はい、あーダメだ、わかんないのか。多分全部でね、社員が5枚なんですよ。ないよね。じゃあ違うとこ行くか。一旦じゃあこの甲羅はどうでもいいとして、そっち側行ってみましょう。猫をもう少し手に入れてから他のところに行きたいですね。目覚めよギガベルは40か。あ、ここも鍵だ。鍵ばっかじゃん。よーし、探していきましょう。カゴの鍵を探せ、ビョンビョン島。ビョンビョン島懐かしいね。ビョンビョン島だったり、ちくわ、嘘でしょ。ビョンビョン島だったり、ちくわっか島だったり、あとなんだったっけ、パタパタ島だったりね。いろんな擬音の島があります。プロペラボックス多すぎじゃない。なんでこんなプロペラ、あ、これじゃん絶対。はい、キラーさんこっち来てください。なんかマリオオデッセイでもこういう鹿、この中に鍵が入ってると思ったんだけど、 MK さんは全然違うじゃん。はい、じゃあここブーメランゲットして、ブーメランいる？これ猫の方がいいよね。はい、じゃあ、どうした？どうした？クッパジュニア、そこになんかあるのか？ヒップドロップっぽいな。はい、じゃあ、いった、危ない、危ない。ここヒップドロップして、何が出てくるんでしょうか？コインでした。コインだったら MK さん呼ばなくていいですよ、クッパジュニアさん。そしたらここ、ただブーメランしか手に入んな。おっと、ベルありがとう。これは？はい、これを壊してコインゲット。まあコイン100枚でベルを当てていくというのも一つの戦法ですね。はい、じゃあここ、あ、いけそうじゃない、一発で。これ移動だ、一発でいける。 OK、 あ、ちょっと待って、キラーだ。キラーをこっちまで誘導して、猫ちゃんに当たらないように。あー、これ先に壊しとかないとダメか。はい、こっち来て。おーと、猫ちゃん。猫ちゃんキラー当たったら痛いから、オッケー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 。はい、これ壊しましょう。鍵じゃないの、鍵どこ。嘘、まだ進むかな。あんまり行き過ぎると不安になってくるんですけど。鍵なくね。はい、ここジャンプして、ないないない、鍵ないよ。鍵を探して、危ない。鍵を探してるんですけど、 MK さんどこにあったんでしょうか。あなたたちはいいとして、上か、やっぱ通り過ぎてる説が濃厚だな。はい、ジャンプジャンプで見える。あー、これいけないのか。猫だったらいけるかな。猫でこれを、はい、切り替えて、で登っていく。どう、あ、無理か、無理っぽい。じゃあ一回戻んないといけない。あー、これでいけるわ。これで無理やり戻りましょう。鍵ある、あー、あった、待って、あそこじゃん。うわ、分かりづら。何それ、なんでそんな変なとこにあるのよ。そしたら待てよ、キラー気つけて、キラーほんと気つけて。これさ、プロペラボックスのまま持てる？うわ、持てないんかい。じゃあ一回これわざとやられないといけないじゃん。はい、プロペラボックスを壊して、 OK、 猫で運んでいきますよ。入り口のところまで行けばいいだけですので、もしかして、あー、なるほど。うわー、またこれややこしいな。こっち側から行くか。危ない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 。水中に行ったらアウトですよ。こっから、うわー、無理っぽい。
ちょっと安全に行こうか。ま、登れないし登れないし、ここをジャンプして、でここでまたジャンプして、あぶねー。はい、でそこから降りれば確実か。うわやべ、雨降ってきた。待って待って待ってよ MK さん、ちょっと鍵だけやらして、鍵だけ先にやらして、はい、ジャンプしてここを降りれば世の言うですよね。 OK、 はい、なんとかまたもう1枚社員ゲットできました。鍵の社員時間かかるな。キャット社員カゴの鍵を探せ、クリアしました。クリアしたけどもうフューリークッパが来るぞ。マジか。なんかできればね40枚取ってギガネコマリオでフューリークッパー追い返したいところではあったんですけども、まあしょうがないか。よし、どうしようどうしよう、待って待って待って、あと1枚なんだけど、あと1枚。これってどういう判定になる？ギリギリ40だったら、ね、あ、熱戦で発掘猫社員ちょうどいいぞ。どこ熱戦で発掘するべきはどこ、教えて MK さんに教えて。熱戦で発掘する猫社員どこ、待って待って、こっち、あったあった、これだこれだ、はい、ジャンプ、ここここお願い、ここやってここやって、炎炎炎炎炎、え、来てない、嘘、なんでなんで、クッパクッパさん、オッケー、来た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 、これこれやって、これこれやって早く、オッケー、はい、これで炎で壊してもらったらジャンピングして取っていく、素晴らしい、熱戦で発掘猫社員ゲットしました。これで40枚なんだけど、あのギガベルが出てくるのが先か、クッパがいなくなるのが先か、どっちかわかんない。お、あ、いなくなるのが先か。これでこれでギガベルは出るはずなんだけどな、もう一回待たないといけないみたいですね。まあまあまあ、それはしょうがないか。よし、じゃあこれでとりあえずこのビュンビュン島5枚猫社員取ったと思います。 OK、 あ、旗が出るのか、なるほど、猫社員を40個集めました。ギガベルから声が聞こえる、怪物が現れし時我も目覚める。さっき現れてたんだけどな、まあいいや、じゃあプレッシーでまた上に戻りましょう。上に行くためにはこっちだったっけか。あれ待てよ、船がどっかにあったはずなんですけども、あれあれ、待て待て待て、船を使わないと上行けなくない？あれ？ここになかった？船って。うっそ。なくなった。ああ、あっちにあったわ。MK さんの記憶違いだったみたいです。そしたら、うわ、またクッパがゴポゴポ行ってる。怖っ。クッパさんが出てくる前に、なんとか上に戻りましょう。本当はね、ベルをもう、ああ、ベルあった。本当はベルをもうちょっと稼いでから戻りたいんだけど。まあしょうがないか、ベル探しに時間使ってねグダグダしてもしょうがないので、ささっと進んでいきましょう。プレッシーで行く輪っかはもうないよね、大丈夫ですよね。よし、 OK、 あ、待てよ MK さん、ちょっと一個予想言ってもいい？あの下になんかあるわこの下に絶対なんかあるっしょ。ほら、あった、ベルだ、しかもありがとうこういうのあるんだよ、 MK さんの長年のマリオの勘が言っている。そしたら、あ、だだ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 だ、ラスト1匹、まあいいや。あ、あれはあれを熱戦で壊せば何か起きると見た。まあでもそれは後ででもいいか。え、またこれ一周しないといけないの？待てよ、そんなことなくない？これ一周しないとさ戻れないの？本当にこれ、あ、ここ登ればいいんじゃね？ほい、待て、ここを登る、 OK で戻って、無理、これ待てよ、これさ猫でさ、うわうわ、しかもなんかドカンタワー、新しいステージ始まったし、おお、あそこに1枚あったぞあそこに1枚あったから、あれ取ってからとりあえず考えようか。はい、幅跳び幅跳び、これ幅跳びすんのと走るのどっち早い？うわ、クッパ近っ、クッパめちゃくちゃ近いけど、水門の猫社員ゲットしました。待てよ、そしたらこっち側からだったらいけるとかないか。プレッシーで行かないとダメかな。一旦さっきのあのギガベルのところまで戻りたいだけなんだけど、 MK さんはそこ上行ける？なんか無理やり行ってみるか。行くよ、ほい、でこう来て登って、 OKOK、 なんか戻ってこれた。落ち着け、スタート地点どこ？ドカンタワー、これさ途中からだったら、あーだ、なになになに途中からだったらよくわかんなくなっちゃうから、一回スタート地点に戻りたいんだけど、 MK さん、待て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 、猫コイン1枚あったわとりあえずそれ取っとこう。そしたら、あー、なるほどなるほど、でスタート地点からちゃんとやろう。ぐるっと回って、あー違う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 、あ、でもあれスタート地点か。よし、じゃあスタートしたということで、ここから行きましょう。ここ中に入った、あー猫コイン、嘘でしょ、猫コインが1枚取りたいんですけど、はい、下に行って、でこう来て、オッケー、はい、1枚取りました。そしたらぐるっと回って、最初の2枚が取れてるので残り3枚ですね。
ピュンと出たら待って危ないよ。この中からはファイヤーか。うわ、スーパーベル欲しいんだけど MK さん。これは回って回って、あーなるほど、さっきコインを取ったから無視しても OK と。でここからベルは出てこないとベルが欲しいんだが。はい、猫コイン3枚目ゲット。これは、あ、これさっきやったのか。これさっきパワーブロックポンと叩いた。やっべ、待てよ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 待て待て、一旦終わろうか。じゃあ一旦ちょっとここで終わりたいと思います。ぐるっと回ってぐるっと回って、やべ、フューリークッパが来たらもうこれ収集つかないわ。ぐるっと回って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 、やべ、フューリークッパ来た、フューリークッパ来た。ギガネコマリオやりたいけども、そっちまでは行く時間ないぞ。今回はそっちまで行く時間ないって。ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、ギガベルは次回です。ぐるっと回ろう、ぐるっと回って、とりあえずどこかどこか終着点はないのか。これ一生一生これやってるんだが。はい、ジャンプして OK。 待って、これ取っちゃうか。じゃあ OK、 取っちゃいます、もう取っちゃう、取っちゃう OK。 輝け東大の猫社員ゲットしました。バイバイ、ごめんね。本当はギガネコマリオでフューリークッパ倒すところまで行きたかったんですけども、目の前にあったから取っちゃう、取っちゃうってことでよろしくお願いします、バイバイギガネコマリオと戦う気満々でフューリークッパさんも出てきたと思うんですけどね、タイミングが悪かった、いつもいつもタイミングが悪いフューリークッパさんなんですけど、今回はこれぐらいで終わっておきたいと思います。よし、じゃあ次回、おーっとここも広がった。よし、じゃあ次回はラスト1枚の猫チップ社員を集めつつ、フューリークッパを待つことにしましょう。ということで今回の実況はここまでです。チャンネル登録がまだの方、ぜひぜひお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。